ベニート・フアレスは、メキシコシティを構成する16の管轄区域の一つである。メキシコシティの歴史的中心の南方にあたり、大部分は住宅地であるが、商業地下への圧力がかかっている。19世紀の大統領ベニート・フアレスから名前を得ている。主に中流、上流階層が住んでいるため、社会経済指標は最も高い。ワールドトレードセンターメキシコシティ。 エスタディオアスル、プラサメヒコ、ポリホルムシケロスのようなランドマークが多数位置している。ベニート・フアレスは、メキシコシティの北中央部、歴史的中心のすぐ南に位置する。ミゲル・イダルゴ、クアーテモク、コヨアカン、イスタパラッパ、イスタカルコ、アルバロ・オブレコンに接している。面積は26.63平方キロメートルで、標高は2242メートルである。 56の地区から構成されるメキシコボンチ南西部に位置する。土地は平坦で一部分はかつてのテスコココの故障であった。土壌は弾力の強い粘土が約15メートルの層をなす。ベニート・フアレスはメキシコシティで最も人口密度の高い地域で1平方キロメートルあたり13,537人が住み、メキシコシティ平均の1.3倍にあたる。 平日にはさらに150万人が労働を呼び、買い物のためにやってくる。人口の大部分は20世紀半ばに住むようになった、ものである。1980年代から人口増加率は少しマイナスに転じ、1980年代にマイナス2.9%、2005年にマイナス0.03%であった。ベニート・フアレスの平均年齢は33歳と、 メキシコシティの平均である27歳より少し高い。人口の大部分は中流、または上流階層で約52%がホワイトカラー、及びその他のプロフェッショナルである。2000年において人口の1.8%にあたる6000人近くが先住民の言語を話し、それ以外のほとんどはスペイン語話者である。先住民言語の話者の75%は、 女性で、ナートル語話者が28.5%で最も多く、サポテク語が11.5%、オトミ語が9.4%でそれに次ぐ。国際連合開発計画によれば、ベニート・フアレスはメキシコで最も高い、ドイツ、スペイン、イタリア、ニュージーランド並みの社会経済的指標を持つ。個人収入、健康指標、教育についても最も高い。にもかかわらず、 特にこの数十年間犯罪率が増加しており、特に銀行や車の強盗が多い。これは犯罪の種を求めて他の地域から犯罪者がやってくるためとされる。ワールドトレードセンタープラサメヒコワールドトレードセンター、メキシコシティはナポレス地区にある。1968年メキシコシティオリンピックに備えて 1960年代に超高層ホテル、ホテルでメヒコを中心とした11の建築物の複合体を作る計画が持ち上がった。ポリホルム死刑ロスもその一つである。大部分は完成しないままに終わったが、ホテルの建物はワールドトレードセンターとして1994年に開業した。ポリホルム死刑ロスは多目的の会議場で、外側の12の壁と内側に、 ダビットアルファロシケーロスによる壁画、人類の更新が描かれている。エスタディオアスルトプラサメヒコ闘牛場も隣り合って西部に立っている。1930年代後半にこの一帯をスポーツ都市とする大規模な計画の一部として作られたが建設途中に事業主が倒産してしまった。闘牛場はかつて ローマ地区にあったものを置き換えるために作られ、1946年にオープンした。競技場は1947年にオープンし、1996年、以来プロサッカーチームのクルスアスルの本拠地になっている。ベニート・フアレスには、メキシコシティ地下鉄の駅が18あり、44の路線バスが走行している。 2005年にインスルヘンテス通りを通る最初のメトロバスの線が作られた。生誕のミスコアクの近くで1916年にピラミッドの基盤が発掘された。これはミシコアトルの神殿である。植民地時代にはスペイン人の村がメソアメリカの村の上に建てられた。サンタクルスワト役教会は神殿の上に建てられている。東西両端を除いて 今のベニート・フアレスの大部分はテスコココに覆われていた。東部にはテノチティトランとイスタパラパおよびトラールパンを結ぶ包み道が築かれていた。スペイン人による征服の後、フランシスコ海によって教会が作られた。湖の干拓が進むにつれてアシエンダ製に基づく村と道路が整備された。かつての包み道はトラールパン道路に変わり、最初に舗装された道路になった。 この地域はメキシコシティに農産物を供給する他にレンガ作りも19世紀半ばまで重要な産業であり続けた。1824年の憲法によってメキシコシティ連邦区が成立したが、今のベニート・フアレスはその中に含まれていなかった。19世紀のうちに農地は消え、かつての農民は主に織物産業の工場、労働者になった。 20世紀にメキシコシティの構成は何度も改革された。1928年にメキシコシティ連邦区は本来のメキシコシティと13の区に分けられた。1941年にはヘネラルアナ役がメキシコシティ本体に組み入れられて12区になった。1970年にメキシコシティ本体は4つの区に分けられ、ベニート・フアレスはその一つだった。 都市化は20世紀前半に始まったが、1950年代に急速に都市化が進み、1960年までに全体が都市化されたと考えられた。都市化はメキシコして全体の突然の成長に伴うもので、ベニート・フアレスを越えて、コヨアカンなどの南部まで都市化されていった。1970年以降は成長速度が低下し、今では、 メキシコシティで4番目から5番目に多い人口を持つ。ミスコアク川とチュルブスコ川は暗渠化し、この地域には水面がなくなった。ありがとうございます。